将軍アッパレード。今日はよろしく頼むな。こちらこそよろしくお願いします。先日吉宗に趣味のカメラについて教えると約束した吉信、本日その場が設けられたのである。社交辞令じゃなかったんだな。とは言っても俺も独学なので大したことは教えられないですが。お前のやり方で構わねえよ。手ほどきよろしく頼むぞ。そうおっしゃっていただけるのであれば俺も気が楽です。早速ですが吉宗様、何か取りたいものございますか？そうだな、そうだ、綱吉様のお犬様はどうだ。観阿弥世阿弥という2匹の豆柴でな、この時間ならおそらく庭にいるはずだ。いいですね。では早速綱吉様に許可を取らねばな。行くぞ。あーでも俺綱吉様とはほとんど話したことがなくてですね、大丈夫でしょうか？まあ綱吉様は少々慎重なところがあるからな。しかし子供好きなお方だし慣れれば大丈夫だ。ケーキもこの機会に綱吉様と仲良くなれるだろう。そうですか。俺が子供枠なのか。というわけで綱吉様の観阿弥と世阿弥をモデルに撮影させていただきたいのですが。ふーん、世の観阿弥と世阿弥をカメラでね。お願いします。ふーん、居心地悪い。観阿弥と世阿弥、とても利発な犬だとお伺いしました。まあな、世の愛犬であるから当然よ。観阿弥と世阿弥は芸も達者なんだ。ふん、まあな。あ、それはぜひ拝見したいですね。そうかそうか、ならばよい。吉宗の頼みだしな、撮影を許可しよう。うまく撮ってやってくれ。ありがとうございます。ただし世も立ち会わせてもらうからな、お手並み拝見と行こう。今日という今日は反省してもらうぞ。お前の生活態度は目に余る。向こう3ヶ月は政務以外の外出を禁止だ。はぁ、何の権利があってそんなこと言えるわけ？だいたい誰に迷惑かけてるってんだよ。お前の素行の悪さで城の風紀が乱れる。誰かさんの遅刻の方がよっぽど迷惑だと思うんだけど。だと申し訳ないと思ってるだが、しっかりと理由があるんだ。あー、どれだけ待たされたっけな。またか。やれやれ、あの二人も元気だな。さてそんなことより早速始めよう。あ、はい。コツはピントを合わせて、とりあえずいいと思ったところでシャッターを切る。ふん、こんな感じか。うん、いい感じですね。大事なのは慣れです。細かいことは徐々にお教えしますので、とりあえず撮っていきましょう。動いているものを撮影するのは難しいな。絞りをいじると奥行きが出せるのでいい感じになります。あと動物は目線を低めにして合わせてあげると。ちょっと待って待って、危ない。ケーキ、どうやら観阿弥と世阿弥に好かれたみたいだな。そうなんでしょうか。どれどれ、写真見せてくれ。おお、いいな。うん、世にも見せろ。あ、はい。そういや、お前はいろんな趣味があるみたいだが、カメラを始めたきっかけは何だったんだ？そうですね、初めは単に新しいものを試すのが好きなんで、その一つだったんですが、今の自分が見てるたった一瞬を切り取る。
ないものは映せないけど、映したそのものがそこにあったという事実を証明しているみたいな、そんなところに惹かれて。なかなか詩人じゃねえか。そんな大層なものでは。おお、この写真良いではないか。ケーキ、これ現像して世にくれぬか。え、あ、はい。いやー、写真ってのはなかなか奥が深いな。凝り出したら止まらねえ。そうですね。これもいいな。あとこれも、カンもゼも良い表情だ。結構な量を取ったな。はい、カン編みもゼ編みも本当に賢いですね。こちらの糸を汲み取ってるみたいに目線をくれるんで、取りがいがあります。そうだろうそうだろう。カンとゼは愛らしいだけでなく、聡明な名犬よ。ケーキ、分かっておるではないか。写真の腕もさることながら、世はお主が気に入ったぞ。綱吉様、それでは。うむ、古本。実はな、吉宗にこのような機会を設けるように頼んだのは世なのじゃ。騙し討ちをするような真似をしてすまなかった。だから言ったでしょ、綱吉様、ケーキは大丈夫だと。うむ、家康様も認めておるし、吉宗もこう言っておったが、自分の目で確かめるまでは信じきれなくてな。個人的に水戸のものはちょっと苦手じゃし、まあいろいろな。ロック。ああ。しかし関東ではな、時に曇ってしまう世の目を補うように的確に人の心を見抜く。こやつらにこれだけ好かれるお前が悪人であるはずもない。正しき心を持った名君たるにふさわしい人間なのだな。滅相もございません。世も有意義なひとときを過ごせた。吉宗、ケーキ、ありがとうだ。ケーキ、改めてよろしく頼むぞ。はい。綱吉様は嘘のつけないまっすぐなお方なんだ。正面切って褒められるのは結構響くだろう。そうですね、こういうのは素直に嬉しいです。よかったな。ケーキ、カンとゼの写真もまた撮ってくれ。あ、はい、わかりました。ケーキ、早速だが今度のカンとゼの撮影用に差し入れだ。受け取るがよい。これってレンズ？こんなにいっぱい、どうして？世もカメラについて少し調べてな。いっひん、良い写真はレンズで決まるそうじゃな。吉安に行って手に入れさせたのだ。とりあえず良さそうなものは端から用意させた。これでカンとゼを一層可愛く撮影してくれ。はあ。名機と噂のドイツ製カメラを用意させたぞ。カメラはドイツ製が良いと聞いたからな。古いモデルから新しいモデルまで全て取り揃えた。受け取り。ケーキ喜べ。お前専用の撮影用スタジオがついに完成した。撮影を補助する人員も用意してあるから、いつでも利用するがよいぞ。ケーキ、ケーキ、ケーキ、ケーキ。ダーあ、重すぎる。ご好意はありがたいのですが、これは少々、いや、とても。確かにこのままではお前がプレゼントの山に埋もれてしまうな。俺からやんわり伝えてみるか。それからしばらくして。ケーキ、吉宗から聞いたぞ。
お前が喜ぶかと思って、要はやりすぎてしまったようだな。許してほしい。あ、いえ、そんな。迷惑をかけた。すまぬ。いえ、そんなことはありませんよ。贈り物は嬉しいのですが、さすがに迷惑。いえ、俺も申し訳なくて。なんだ、そうかそうか、嬉しいか。何気にするでないぞ。遠慮などしなくてよいのだ。これからも受け取ってくれ。え？じゃな、ケーキ。あ、ちょっと。こうして綱吉のプレゼント攻撃は再開するのであった。実は綱吉様は気に入ったものにひたすら貢ぐ癖があるんだが、お前相当気に入られたようだな。これも綱吉様なりの愛情表現。何、次のターゲットが現れれば自然にやむ。それまでは受け止めて差し上げてくれ。え、そういう愛情表現が極端な綱吉なのであった。お前がやめるぞ。次回、江戸城の秘密第7話、天女様。